株式会社亀のタワシ西尾商店は東京都北区に本社を置き、ワシなどを製造販売する日本の企業である。本校では主力商品である亀のタワシについても説明する。亀のシカメ亀のタワシは1907年に西尾製材モンにより発明された一定の長さに切ったスリランカ産のヤシの実の繊維を針金に挟み、 ねじって棒状にしたものを折り曲げて、楕円型に成形したた和紙である。松下幸之助の、二股ソケット、石橋正二郎の、ゴム旅と、並び、日本三大発明と称される。明治時代中期、西尾精細門のは首脳針金で編んだ靴拭きマットを、発案したが、すでに同様の商品が、英国で特許を取得していたために特許を取れず、商品自体も最初の頃は、売れたものの、 シュロの毛先がすり減って短期間で使い物にならなくなってしまうことなどから次第に売れなくなり返品の山を築いてしまった。そんなある日、生災門の妻が売れ残りの靴吹きマットを切り取り、シュロの巻いてある棒を折り曲げて障子のんを掃除しているのを見てタワシを作ることを思いついた。当時のタワシは藁や浅縄を編んだものが主流であり、 シュロを使ったものはこれまで考えられてはいなかった。妻の手を参考に使いやすい形状を考え、材料もシュロからスリランカ産のパームに変えるなど、試行錯誤の末、タワシを完成させる。タワシは完成したものの、商品名について考えあぐねていた、聖イサエモンノは、ある日、息子が飼っているカメが、おの中で泳いでいるのを見て、カメの形がタワシに似ていることや、カメは、 水と縁がある動物、亀は長寿であり、縁起がいいとのことから、亀のこだわしの商品名を思いついた。たわしの漢字は、当時の漢学者と相談して付けられた当て字である。西尾は1908年に実用新案登録を行った。当時の実用新案件の存続期間は6年であり、その期限が切れる直前に特許申請を行い、1915年7月2日に、 特許第27,983号、タワシを取得した。後年7月2日はタワシの日として日本記念日協会に登録されている。特許を取得したものの類似品が多数で回ったことから、西尾は新聞や婦人雑誌に積極的に広告を掲載したり、タワシを紙放送するなどして類似品との差別化を行った。 亀の小田橋は1908年に最初の商標登録を行っており、2019年5月現在で有効な商標登録の中で最後のものは1912年6月13日登録の第53,145号である。その一方で、高次元や大次戦、大次輪、世界大百科事典にも掲載されたり、芥川龍之介の短編、洋場にも、 亀の子たばらの一文が使われるなど、亀の子だわしが実質的にパームや城で作られたたわしの普通名称と化しているのが実情となっている。なお、正しい読みは亀の子たわしであり、亀の子だわしではない。ただし、工事園に掲載されている亀の子だわしの読みは亀の子だわしとなっている。西尾が原材料にスリランカ産のパームを選んだ理由については、 繁殖力が強く安定供給が見込める点が挙げられている。ただし、戦時中はパームの輸入が制限されたため、シュロを使用してタワシが作られていた。一方、シュロで作られたタワシについては、パームとは対照的に柔らかく傷をつけにくいという特徴もあり、亀の小タワシではシュロを使用したタワシを曲の商品名で販売している。 亀の小男子の製法はそのほとんどが熟練の職人による手作業となっており、東京の本社工場で一つ一つ検品が行われ、合格したものだけが商品として出荷される。2012年から当社の代表取締役社長を務めている西尾智博は創業者、西尾精査絵物の,のひ孫である。当社入社前はロック系ギタリストとして長年活動していた。以下、 西岡の同性の人物との混同を避けるため、ともひろと記す。ともひろは中学生の頃にキッスのライブをテレビで見てギター演奏を始めた。高校在学中からライブハウスに出演し、1993年に発売されたテレビゲームフォーセットアムールでは BGM のギターを担当。1998年にバンドインフセグルーブで ライブデビューした。山田明氏とともひは10代の頃からの知り合いで、山田明氏、英雄バービーアなどのユニットにギタリストとして在籍していた。また、ザ・ウィラードのギタリストとして在籍していた時期がある。ともは、バンド活動と並行して、スタジオミュージシャンとしても活動しており、t m レボリューション、清木は俊介、浜崎あゆみ、ジギー、高橋勝則、 マヤなどのサポートギタリストとして長年活動した実績を有する。ともは父である松次郎の再三の誘いに応じ2010年に取締役企画部長として当社に入社。ギタリストから実家の経営に転身した理由としてともは昔ながらのやり方が通用しなくなる時代性もあり、会社としてはギリギリの時。 家族経営の負の部分も見えつつありましたと答えている。ともひろは2012年から当社の代表取締役社長を務めている。クリエイターとしての長年のセンスを活かし、現在は社長業に加えて亀の子魂の商品企画からブランディングまで経営全体を統括する立場にある。例えば近代的なキッチンに溶け込むデザインの白い魂はエッセイストである。 石黒智子の茶色い亀のこだわしは私ならキッチンに置きたくないという意見がきっかけとなり石黒と当社が共同開発したものであるさらに日本の長期的な社会構造の変化を見据え直営店事業や亀のこだわし以外の新商品開発にも力を入れている当社の直営店事業について智博は実店舗は音楽で言えばライブ CD で聴くのもいいですが、目の前のお客さんと向き合う生演奏は大切ですと述べている。ともひろは当社の社長業と並行して、現在もギタリストとしての活動を継続しており、は、佐田達彦とのジャムセッションや、生沢雄一とのコラボ出演などを行っている。なお、ともひろの父である、松二郎も大学卒業後、ジャズバンドのメンバーとして、 短期間活動した後に当社に入社している。また、偶然ではあるが智博ともと、同姓同名で別人の、インディーズバンドのボーカル兼ギタリストが存在する。ありがとうございます。